お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023の開封動画です。やっとねプロ野球カードもね開封動画をね、出しましたね。皆様ね、長い間ねできなくて申し訳ございませんでした。私自身もねすごくねウキウキしております。でこちらはですね1パック7枚入りで1ボックス18パック入りでございますのでね、今回からですねこれは9パックずつねやっていきたいと思います。ね前編後編 9パックずつやっていきたいと思います。今ですね、9パックね、分けていきたいと思っております。ちょっと待ちくださいね。はい、でこちらがね9パックで残りの9パックは、後編の方に回していきたいと思います。それでは早速ね、やっていきたいと思います。で私もね、ファイターズのね新球場ができました。私はねちょっと寂しいところがありますけどね頑張ってほしいなと思っております。それではいきます。と袋目でございます。前編ですね、まずはですね、タミヤ・ユア選手でございます。でこちらね、マスコットでございますね。でこちらね坂口詩選手でございます。でこちらね北山紘輝投手のねカードでございます。でこちらですね加藤豪介選手のねこれはキラーカードっていうんでしょうかね。はい、で安西かなと選手でございます。で野村勇輝選手でございます。続いて、2袋目でございます。上沢直行選手でございます。上原健太投手でございます。選手でもございます。で、伊藤大海投手の、カードでございます。 WBC のね選手でもございました。上沢直行選手のねこちらのねカードでございます。で、吉田輝星投手のねキラカードでございます。まあ、キラカードという言い方もね変でございますけどね。梅林勇樹選手でございます。田中正義選手でございます。今年からねソフトバンクにからやってきました投手でございます。3袋目でございます。じゃあ上沢選直行選手でございます。矢沢浩太選手のカードでございます。川野隆成選手でございます。有園直樹選手でございます。宮内春樹選手のね、カードでございます。キラカードです。清宮幸太郎選手のねカードでございます。松本剛選手でございます。4袋目でございます。鈴木健也選手でございます。で井口和友選手でございます。矢沢浩太選手のねカードでございます。山田遥内野手でございます。今年からね西武からやってきた選手でございます。西武ライオンですね。で松本剛選手なんですがいつもよりもねちょっとね鏡張りになっております。こちらがね限定カードでございます。こちらがですね
150分の115となってます。ちょっとこれね斜めになってます。ちょっとね斜めじゃないとねちょっと私の顔がね映ってしまうという可能性がございますので、ね、その辺ご了承ください。野村勇輝選手の、これはキラカードでございます。で松岡浩樹選手でございます。この松岡選手もね、西武ライオンズからね、育成だけ現役ドラフトからねやってきた選手でございます。5袋目でございます。玉井大翔選手でございます。北山幸喜投手の、ね、カードでございます。石井和成選手でございます。これ山田遥内野手の、ね、カードでございます。で川野選手の、ね、キラカードでございます。宇佐美慎吾、選手でございます。長谷川武弘選手でございます。はい、6袋目でございます。田中瑛斗選手でございます。これはね、アリスメンディ・アルカンタラ選手のカードでございます。金村翔真投手のカードでございます。伊藤博美選手でございまして、でこちらですね田中正義投手のカードでございますが、こちらがですね、限定のねカードでございます。こちらがですね、150分の109となっております。ちょっとねこの泡なんかねこの 丸がね、浮き出るようになっております。ですでこちらですね続けていきたいと思います。金村翔真選手のカードでございます。でこれはコナーメデス選手のカードでございます。で7袋目でございます。アリゾノ選手でございます。池田選手でございます。加藤貴之投手のカードでございます。これ清水選手でございます。清水ちょっとごめんなさいね、ちょっとこれねこれは限定カードでございます。限定カードの方はですね目指すようにして続けていきたいと思います。松本剛選手のカードでございます。で宇佐美選手のカードでございます。で木村文和選手でございます。8袋目でございます。ジョン・ガント選手でございます。北山幸喜選手でございます。上沢直之投手でございますのカードでございます。で新庄剛志監督でございます。野村勇輝選手の、ね、カードでございます。上沢選手のキラカードでございます。こちらはねちなみにね、シリアルナンバーカードは入っておりません。で奈良間大輝選手でございます。前編ラストのね9袋目開けたいと思います。加藤貴之投手でございます。開幕投手でございます。
斉藤選手でございます。こちらね、オリックスから、トレードでやってきた選手でございます。で、加藤選手でございます。で、石井和成選手でございまして、で、皆様、お待たせしました、直筆サインカードでございます。背番号16、達光太投手の直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、40分の27となっております。久々の直筆サインカードでございます。で、万波中正外野手のカードでございます。キラカードですね。で、最後は同じく万波中正選手の、ね、別のカードとなっております。以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2013の開封動画全編を終わりたいと思います。もう直筆サインカード出たので後編の方はね、あんまり期待ができませんが、ね、もしよかったら後編もやりますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。